王貞治球団会長、ソフトバンク和田の人的保障騒動に言及。43歳になろうとする選手をね、そういう風にしてくるなんて誰も思いませんよね。やっぱソフトバンクの連中はフロントから選手までみんな腐ってる。こんな球団 NPB から除名しなきゃダメだ。ファンも腐ってるしな。西武が漏らしたってワイらは和田を取ることに決めたで。って言ってそれが何か問題になるんか。リストは提出済み、西武はそこから一人選んだ。それで終わった話だろう。俺バカだからわかんねえよ。ありがたくない選択。王のこといさめられる人間なんて球界におるんか。長島くらいか。これでもかってレベルの老害だわ。山川を取る時点で不正などない。もういいから変な言い訳すんな。勝手な思い込み外れだけやろう。一番上がこんな堂々と喋っていいの。さらに無償トレードで一人取られるとか戒めの力すごいな。ソフトバンクに風情とか似合わねえよ。一番えげつないことやってる球団が何を言ってるのやらとしか思わんわ。城島指名もこいつが動いてたよな。あれからルール変わったし、昔からろくなやつじゃない。和田を最も評価してなかったのがソフバンということだけは分かった。王氏も年取ったんやな。失言を失言として認識してない。最初から最後までやばい発言しかしてなくて、さすがに捏造記事を疑った。これ、まともなタカファンはきつくないか？フロントに諦めついててもこの人にはまだ期待してた人多かったんじゃないか。ミカサを GM に置き続けてる責任者も王だし、王に責任がないってのは通用しないのにな。今回でさらに致命的ってことが世に出たが。ポスティング帰り選手横取りする球団が風情とか一点笑うわ。これはだがごネタとかじゃなく、王会長が待ったをかけてフロントが甘い見積もりしてはだ取られそうになってたのをひっくり返したって話。いくら週刊誌とはいえまさか王会長の談話の形でデマ書かないよな。バウアートレンド8位案密かに獲得を期待しているハムファンにも例の件伝えないと。早くまとめて。助っ人8人いるし先発も多いのに獲得期待してるファンいるんか。ハムファンのバウアー取ろうぜはほぼジョークよな。しかし日本のコンプラ意識からしてもかなりアウトな失言かましたぽいね。自分はバウアー欲しいは冗談だけど、藤波と田中マー君は本当に欲しい。 W 平原獲得の時点でバウアーなんて誰も期待しとらんと思うが。今回の人的保障騒動がなかったら鷹は取ったかもしれんけど、さすがに日本でのプレーも厳しくなったな。彼も彼で失言あってトレンド入りだからね。これつまり人的保障のルールに違反してたってことだよね。次の展開は何だ？ NPB が動くのか？まあ実際の会社でも会長職は発表寸前まで経過知らないとか普通にやるしな。某数字のコンビニとか前、会長が新作商品発売間際にこんなもん売るとかお客舐めとんのかとか言ってストップかけたことが学生時代バイトしててあったわ。外役球団。そもそも人的保障の指名受ける側に拒否できないからスムーズにいくはずで、指名を漏らすも何もその通りに進むもの。西武が悪いかのように論点ずらししてるだけ。和田指名に動揺したタカフロントが和田で戻りトレードを提案したとか、そういう方向で相手を悪くせずにフロントの見苦しい失態とした方が収まりがつきそう。どう転んでも大失態なんだから SB は首脳陣の落ち度をはっきり認めたら幾分かマシになるかもしれないのに、プライド高すぎてそれすらできなかった模様。それじゃもうチーム崩壊するしかないね。実際にこういうことになるから事前に流したんだよなきっと。金銭で泣き寝入りする羽目になった岩瀬式プロテクトからちゃんと学んでる。あれは楽天式も兼ねてるからな。西武の頭脳プレーだな。西武が空気も読めずに指名してて、SB 球団側のおごりや失態はなかった言い方だな。すでに美しい球団とは逆ブーストかましてるの。ほんと草、ここまで来るとちょっと国母はかわいそうではあるが、面白いからもっとやってくれや W。 ところでこの話、プロテクト問題すら超えて和田騒動になってるの？まあ実際単なるプロテクトの話じゃなくなりつつあるからな。和田が移籍拒否したことにして引退させようとやじ馬が集まってるだけだと思う。フロント間の判断だけで変えたとかの説明がないせいで移籍拒否の余地が生まれてしまってるのが悪い。つうかこの件に関して人的保障制度の見直し云々とかいう話ちらほら聞くけど、見直すべきは人的保障制度じゃなくてホークスフロントちゃうか。ということは去年のシルエットも有原式 FA も風情だったのか。こりゃ私の教養が足りませんでしたわ。ダメだわ、これじゃ西武が悪いみたいな言い方やんけ。プロテクト外してたの自分たちなのに何言ってだこの球団。
ハムファンならハムの先発が投手強襲で降板した時に良い形で相手の先発を下ろせた的なこと言ってたの知ってるやろ。しっかり老害になっとるやんけ。フロントも激ヤバやし、生え抜きも保留者増えてるし、だいぶ組織として心配なレベル。もう叩けば無限に埃が出る状態だな。ジャスティスを育成プロテクトしなかったのも不正的な理由だったのかな。向こうの編成からすりゃかつての強豪ドライチ、怪我で実績ないけどポテンシャルはあるよねってのは格好の巻き絵という感じはある。その割には斉藤和美がブチ切れとったが、横島丸屋は銀鷹の内部崩壊希望。割と申してるやろ。監督とかと全然意思疎通取れてなさそうだし、予想以上に闇が深いというか、なんというか、こんなに炎症し続けるとはね。なんとか頑張って西武のせいにしたいファンがいるけど、タカフロントもそれなんか無理やろ。善良なタカファンには申し訳ないけど、いろいろあったから風間 WWWWW って思っちまうな。43歳取るリスクを考えて西武は和田を選んだだけ、問題は万が一取られた時のリスクを考えずにプロテクト外にしてた。ホークスプロテクト外にするなら万が一取られるリスクもあるという心得をして外すべきだった。これやな、取られた時のリスクを織り込めないならプロテクトしとけに尽きる。単純に今のソフトバンクは NPB 全体のレベルの低下を招きかねない球団になってきてるから、ガンガン叩いて埃吐き出させてやって、ヤバいフロント連中は全員叩き出してほしい。プロテクト漏れだけでも荒れてるってことは変わってないのかな。和田の評価が低すぎるの。草も生えない10人以下プロテクトできないルールだったとしてもリストに入れるべき選手だろうに。和田取らないで、人的多数無償もするから。めっちゃ誠意あるやん。どこかの球団は引退するけどええんか、あって感じやったんやろ。多分ハムがお人よしやから、じゃあ金銭でええわって譲っただけで何のお礼もないし。出し直しリストに欲しい選手おらかったんだから仕方なかろう。 W 相手にルール外の要求を通すために下手に出たり弱ったふりをしたりすることを誠意あるとは言わない。そういうのは小賢しい、姑息という表現の方がふさわしい。おとなしく自分たちの想定の甘さを認めて、ルールにのっとって和田を差し出して、バチボコに叩かれて責任を取る。それが唯一誠意ある対応ってものだよ。さ、ダハールもこんなこと言うくらい地に落ちたのか。分別がわからないのはどっちだ。鍋久はルールにのっとってやっただけや。今の状態の山川通った時点で風情とかとは一番遠くにいるってのにな。自らヒール球団になってるから全く同情もできない。っていうかハムの時も和田漏れてたのが本当なら、ハムフロントは田中和田ってなったんだな。誰かの二の舞が面倒だから避けたのかもしれんけど、先輩左投手の手本としては大ベテランの宮西、飛躍を果たした中堅の加藤隆と揃ってるからね。西武の左は割と若いから大先輩でバランスを取ろうとしたのかもしれない。ハムも和田しめらしてお断りされて田中になってたりしてな。今回だって日韓がなければ SB は和田のぞいたリストを若根線で済ませようとしてた可能性もあるし、その時は多分和田はプロテクト入ってたと思う。ハムが狙ってたのは甲斐のとかぽかったし。どうだろう、和田を取ってもに3年しか働けないわけだから、それを言うなら森ゆいとはプロテクト外だったんじゃないかとは言われてるな。プロテクトされてたか非かは別として、甲斐のも肘の不安はあった。結果的に正義は故障離脱もなく成績もそこそこ残したんだから、それで正解だったと思うよ。王の言い訳が和田をプロテクト外にすんなよで全部片付くの。草とことんボケツほっとるやん。鍋球って岩瀬式プロテクトみたいなの疑って先にメディアに伝えてたとしたら、作詞やな。まあさすがにそこまではないか。俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの。鍋常に生が王子になるとは。これでバウアーまで取ったら終わりだわ。内部の人間から直接話が出るまでは限りなく黒に誓ってもグレーで終わる話だと思ってたけど、よりによって会長がおもらししちゃったのか。王は即番の誰もいさめられないし、本人の善悪の分別がつかない畜生だから言っちゃいかんこと漏らしてくれて、メディアとしては助かる存在だな。 W なそぶんだけど、ここまでいろんな報道があるとな。もう限界なだよ。この球団好きな選手はいるけれど、さっさと別チームに金銭トレードされてほしいわ。これじゃプロテクトの意味がない。西武が誰を取ろうが文句言う資格ないし、ソフトバンクだって相手の戦力をそぎり見で FA かき集めてきただろうが、何言ってんだ。おう、ポスティングは選手を売る行為、有原噂はもみて今どう思ってるか聞いてほしい。もう限界なだ。ハムの場合は岩瀬の前例があるからな。たとえ漏れていたとしても大ベテランの功労者は避けていたと思う。
もうめちゃくちゃで草展望開会ってこういうことを言うやな。これフロントの誰かの首だけで済むんか。1年間 FA 参戦不可とかのペナルティも必要なんちゃう。取られたくないならプロテクトしとけば良いだけの話。ここまでおつむがあれな球団だとは想像しとらんやったわ。何でも金で解決できると対価しちゃうんかね。同胞稲葉 GM 風情のわかる人物だった。 SB うちは風情プロテクト枠ってのがあるから29人プロテクトするから何言ってんだてめえ。会長辞めて隠居した方がいい。媒体が媒体だけに発言を曲解して書いてる可能性も大いにあるが、ハムは金子千尋がコーチ就任準備してたのもあるからわざわざ和田獲得しなくてもいいやってなったのかもしれないし、なぜか王が選手名を漏らしたことを怒っているけど、ほとんどの FA 保証は相手フロントに通告したら新聞に獲得選手を教えるだろう。教えるから正式発表前に選手名が出るわけだからな。当時どう少しか報じてなかった噂式プロテクトが本当だったことが分かったから、今回の件はそういう意味では良かった。王さん別の記事で海野っていうのが指名されたと聞いた、あとは頑張ってくれって言ったらしいな。っていうのってなんだよ。少しは和田の代わりに出て行かされた彼に申し訳なさとか感じないのかよ。マジで和田の件は全て風情おもんばかれない相手が悪いって考えなんだろうな。こんなに冷血な人だとは思わなかった。山川取っておいて風情も何もないだろうよ。 W 都合良すぎるわ。ジャークやワギンって球団名がしっくりきますね。お、嫌なやつが飯食ってるな。お前が嫌なやつやんけ。風情プロテクトスコ W43 歳まで主力としてバリバリ働いて投げてるようなチームの看板投手を普通は外そうとは思わないよな。頭悪すぎ。王さんの日の玉ストレート W 和田さんボーチン W。 キャンプまでには落ち着いてほしいもんですね。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。